ゲロニウムの戦いは、第二次ポエに戦争中の戦いで、紀元前217年夏と、同年秋に戦闘が行われた。アゲルフレルヌスの戦いの勝利後、ハンニバルは北方さらに東方に移動して、サムニウムを通って、ゲロニウムに達した。独裁官、クイントス・ファビウス・マクシムスの率いるローマ軍は、時給戦略を取りながら、カルタゴ軍を注意深く追跡していた。 この戦略はローマ市民には不評であり、ファビウスは宗教行事を理由にローマに戻ることを強制され、そこで彼の行動に対する弁明を行った。副官のマルクス・ミヌキウスルフスが軍の指揮のために残されていたが、ゲロニウムのカルタゴ軍やエッ近くで油断していたカルタゴ軍と戦闘を交え、かなりの損害を与えた。この勝利はファビウスに不満を持つローマ市民をして、 ミヌキウスを独裁官と同等の地位に昇進させることとなった。ミヌキウスは軍の半数を引き、ゲロニウム近くにファビウスとは離れて野営した。ハンニバルはこの情報を得ており、巧妙な罠をかけた。それはミヌキウスを野営地から副兵を配置した場所におびき出し、全方向から攻撃するというものであった。ミヌキウス軍は大損害を受けたが、 ファビウスの援軍が到着したために全滅は免れた。この敗戦の後、ミヌキウスは自身の軍の指揮権をファビウスに返却し、副官の地位に戻った。アゲルフレルヌスの戦いに勝利して、ファビウスの罠から逃れたハンニバルは、その軍と戦利品と共に、モリーゼに向かって投進した。ファビウスは自給戦略を続け、 海戦が生じないように高地を選んで注意深くカルタゴ軍を追尾していた。カルタゴ海軍は紀元前218年の海戦以来、ローマの沿岸を襲撃していた。ローマ海軍は毎年アフリカ沿岸を襲っていた。イベリア半島のハスドルバルバルカは紀元前217年のエブロ川川口の海戦での敗戦以来、ローマ占領地に対する遠征軍を送っていなかった。 イベリア半島におけるローマ軍指揮官のグナエウス・コルネリウス・スキピオカルウスに弟のプブリウス・コルネリウス・スキピオが8000の兵力を引き連れて合流し、ローマ軍の兵力は不評3万と騎兵3000に増強された。兄弟は失政官の任期が終わった後も全執政官として軍を率い続けていた。スキピオ兄弟はイベリア人部族の部族長である。 アベロクスの反乱に乗じて、サグントゥムでカルタゴ軍に囚われていた人質を取り戻すことができた。これにより、イベリア半島のカルタゴ勢力は弱体化し、逆に、ローマのそれは強化された。スキピオ兄弟はカルタゴ領イベリアに大規模な攻撃をかけることはなく、エブロカワイ北におけるローマ勢力の強化に努めていた。カリファエ山の峠を通ってアゲルフレルヌスを脱出した後、 カルタゴ軍の動きは大量に旅客した家畜のためにゆっくりとしたものであり、東映地に適した場所を探していた。ファビウスとローマ軍は直接接触を避けるように距離を取り、カルタゴ軍を追尾した。ハンニバルは北のベネフラムへ向かったが、ローマはこの都市がカルタゴ軍の目的だと警戒した。しかし、カルタゴ軍は急に東に転身し、サムニウムに入り、 アペニン山脈を越えて、ペリグニアル平原を通過して、現在のモリーゼ州付近にへ達した。カルタゴ軍は、現在のカザカレンダ近くのゲロニウムという町を、奪取した。ファビウスはハンニバルを追尾し続け、北方20マイルのラリヌムの丘陵部にやえした。ファビウスが抵抗しなかったために、カルタゴ軍が通過した場所では、農場や家屋は破壊され、資産は奪取され、 また捕虜を獲得していった。ハンニバルがゲロニウムを奪取した経緯は、住民が会場を拒否した後に攻撃したという説と、城壁の一部が崩れていたために防御困難と感じた、住民がすでに町を焼いて逃げていたという説がある。カルタゴ軍は、町の外に野営地を築き、ゲロニウムの町は大規模な穀物層として利用する、こととした。さらに防御のために、 町と野営地を残酷と策で囲んだ。傷病兵は回復に努め、数千の現地調達部隊を周囲に派遣し、山腹で牛馬の放牧を行った。兵の2、3が、このような任務に従事し、残り1、3が、野営地の防衛を担った。カルタゴ軍が、ゲロニウムで投影の準備に忙しくしている間、ファビウスは、ミヌキウスに、軍の指揮を委ね、 宗教行事と弁明のために一旦ローマに戻った。この際に時給戦略を維持するように命じていたが、ミヌキウスはカルタゴに対する積極戦略を主張しており、数日後には野営地を丘の下に移動させた。ローマ軍はこの野営地から出撃し、カルタゴ軍調達部隊に対する嫌がらせ攻撃を実施してハンニバルを挑発した。 ハンニバルもこれに反応して、軍の2、3をゲロニウムからローマ軍や英知近くに移動させ、一時的な野英知を築き、ローマ軍や英知を見下ろす丘を2000のヌミリア、ヤリ兵に占領させた。この当時、カルタゴ軍は馬を休ませていたため、その機動力は制限されていた。すなわち、カルタゴ軍はその最強部隊を欠いていたことになる。ミヌキウスは、 直ちに丘の上の槍兵部隊に攻撃をかけて、これを撃退し、その占領した丘に野営地を移動させた。この段階では、ミヌキウスがイニシアチブを持っていた。清宮なミヌキウスは、この優位性を利用しようとした。ローマ軍の動きに合わせ、カルタゴ軍は数日の間調達部隊の人数を減らし、ローマ軍や営地近くの自軍や営地を強化し、戦闘に備えた。 しかしながら、ミヌキウスはファビウスを見習うかのように野営地にこもっていた。このためハンニバルはジレンマを抱えることとなった。すなわち、既存の補給物質に頼って、退陣を続けるか、調達部隊を再び増強して、長期退陣に備えるかである。結局ハンニバルは調達部隊の増強を選んだが、ローマ軍はこの機会を捉え、野営地の拷門から、 軽負傷と騎兵を出撃させ、ゲロニウム周辺各地に散らばっていたカルタゴ軍、調達部隊の多くを殺傷した。他方、ミヌキウスが率いる不評は、カルタゴ軍臨時ア英知に退治していた。調達部隊を攻撃され、臨時ア英知も攻撃の危険にさらされることとなったが、ハンニバルはローマ軍に対する九州部隊を率いて出撃した。ハンニバルの兵力は、全軍の一。 三に過ぎず、騎兵は、ほとんどなく、兵力に劣るカルタゴ軍は望まない戦闘を、戦うこととなった。最初のカルタゴ軍の猛攻撃により、ローマ軍は侵攻したが、不評発戦と、騎兵500を率いたルキウス・デキムスの援軍が、カルタゴ軍背後に現れたため、最終的には、優勢を得た。ルキウスの軍勢はファビウスが送ったものであった。カルタゴ軍は、退却を開始し、 ローマ軍は追撃にあたって野営地を引き払うことも考慮した。しかし、ハスドルバルが調達部隊の兵4000を率いて到着し、ローマ軍の優位性がやや失われたため、ミヌキウスは引き上げを命じた。カルタゴ軍の損害は6000、ローマ軍の損害は5000と言われている。ローマ軍はカルタゴ軍が不利な状況に陥るように強いて多大な損害を与えた。この戦闘は、 イタリア半島での作戦中にハンニバルが唯一退却した例であった。この敗北により、ハンニバルは戦術的な点から自身の対人位置を再考せざるを得なくなった。ローマ軍の兵力はカルタゴ軍を上回り、カルタゴ軍や英知はゲロニウムと臨時や英知の2つに分かれていたのに対して、ローマ軍は集中していた。カルタゴ軍が調達部隊を出すと、 ミヌキウスはそれに対する嫌がらせ攻撃をかけることができた。臨時や英知に止まり続けるにしてもコゼリアイは継続し、それぞれの結果がどうであれ、援軍が期待できない、カルタゴ軍にとって消耗戦は最悪の選択であった。加えて、ローマ軍がゲロニウム自体に攻撃をかける可能性もあったが、そうなれば補給物資をすべて失ってしまう。結局、ハンニバルは全軍を、 ゲロニウムの野営地に引き上げさせた。ミヌキウスは放棄された、自軍近くのカルタゴ軍野営地を直ちに占領した。ハンニバルと彼のカルタゴ軍は、優越した指揮官、優越した機動性をもって、紀元前218年には、連続して3つの戦いで、ローマ軍を撃破した。この敗北の恐怖から、ファビウスは、カルタゴ軍との海戦を避け、アゲルフレルヌスでは、 カルタゴ軍を穴にかけることに成功したものの、またもや、ローマ軍は翻弄された。カルタゴ軍は、イタリア半島内を略奪して、自身のポケットを満たしていた。このような中、大規模な海戦ではないとはいえ、ミヌキウスがハンニバルを打ち負かし撤退させたことを、ローマ人は大勝利と歓迎した。ファビウスが率いるローマ軍は、カルタゴ軍を追尾すること以外ほとんど何も、 できなかったのに対し、同じ軍をミヌキウスが指揮して、ハンニバルを退却させたのである。元老院はミヌキウスの功績に報いる方法を考えた。ローマの政治的伝統では、その任期中に独裁官を解任することはできなかった。しかしながら、ファビウスは通常とは異なり、元老院によって独裁官に選ばれていたため、元老院は、 ファビウスの権限を縮小する手段を講じた。メテルスという名の法務官、またはガイウステイレンティウス・アロがミヌキウスをファビウスと同等の地位に昇進させることを提案した。この提案は受理され、歴史上初めて二人の独裁官が同時に存在することとなった。現実的には独裁官の権限は失政官と同じに低下したのである。軍に戻ったファビウスは、 それぞれの独裁官が交互に軍の指揮を取るか、あるいは軍を二つに分けることを提案した。ミヌキウスは軍の分割を選び、第2軍団と第3軍団及び同盟国2個軍団がミヌキウスの指揮下となり、ファビウスの野営地とは別の場所に自身の野営地を設営したが、おそらくこの場所は以前のハンニバルの臨時野営地であったと思われる。ハンニバルの東営地である。 ゲロニウムの安全は確保されており、また、ローマ軍に対する大規模な作戦も計画されていなかった。ローマ軍の兵力は依然としてカルタゴ軍に優越しており、ハンニバルは決定的な戦術的優位性を乱すまで大規模作戦を望まなかった。カルタゴ本国からの補給が期待できず、敵地に退陣しているハンニバルにとって、兵の消耗は許されなかった。しかし、 ローマ軍が2分割されたとの情報を受け、ハンニバルは戦略を再考し、ローマ軍を海戦によって撃滅することを考慮した。ローマ軍は分かれて野営しており、援軍が到着するまでの間、カルタゴ軍は優位な戦闘を行うことができる。紀元前217年夏の間、ファビウスはカルタゴ軍の挑発に乗らなかったことから、ハンニバルはミヌキウスの方が対処用意と結論した。 したがって、ファビウスが行動する前に、ミヌキウスを敗北させる方法を考える必要があった。ハンニバルの次なる課題は、ミヌキウスのローマ軍を罠にかけて撃滅する計画を立案することであった。慎重な検討の後、ミヌキウスの攻撃的な性格を利用し、戦闘に適切な地形を選んだ計画を立案した。前回と同じような勝利が得られると、 ミヌキウスが考えるように慎重にカルタゴ軍を起動させ実際にはトレビアの戦いと同じような罠を仕掛けるというものであった。前回のハンニバルの敗戦はこのような状況を作り出すための恋のものであったとの説もあるがこの説はやや突飛に過ぎると思われる。カルタゴ軍とローマ軍の野営地の間はおおむね平坦ではあるが 樹木もない不毛の土地で中間に低い尾根があり、兵を隠すに十分なくぼちがあちこちにあった。ハンニバルは、不評5000と、騎兵500を選び、200から300人を一軍として、戦闘前夜にくぼちに身を隠すように命令した。カルタゴ軍はよく訓練されており、この混乱を起こしかねない任務を完璧に実行した。夜明けになると、カルタゴ軍系不評が、 ローマ軍から指認できる丘の上に現れた。前回とは異なり、ハンニバルはローマ軍の行動に対するすべての準備を整えていた。丘の上のカルタゴ軍を見たミヌキウスは、これを駆逐するために、ベリテスを送った。ハンニバルは、戦闘が膠着状態になる程度に、丘の上の兵力を増強した。このため、ミヌキウスは、ローマと同盟国騎兵を丘の上に派遣し、 これに対して、ハンニバルのヌミリア騎兵が反撃してきたが、これもまた膠着状態に陥った。騎兵を戦闘に投入したため、ミヌキウスは戦場を偵察する手段を失い、ハンニバルの罠も見抜くことができなかった。丘の上での小競り合いがしばらく続いたが、ローマ騎兵は次第にカルタゴ騎兵に押され始めた。この状況を見たミヌキウスは、霊下の四個軍団に対して、 丘に向かって進軍するように命じた。ハンニバルは、丘の裏側にも、不評を隠していたが、ローマ軍が前進を開始すると、カルタ五兵もローマ軍に向かった。部隊投入の順序、タイミングはすべてハンニバルによって調整されており、ローマ軍に戦場を偵察したり、全般を検討したり、する時間を与えなかった。これを見ていたファビウスは、兵に戦闘準備をさせたが、まだ動かなかった。 ミヌキウスが率いるローマ府評が丘を登り始めた頃、ローマ騎兵は激破されてバラバラになってしまった。ローマの軽府評もすでに押されていたが、これも激破されて登ってくるくる、軍団兵の中に押し込まれてしまった。このため、ローマ軍の陣形は乱れてしまい、再度陣形が整う前に、窪地に隠れていたカルタゴ兵が姿を現し、ローマ軍戦列の側面と、 背後から攻撃を開始した。ハンニバルとその不評部隊もミヌキウスが奇襲のショックから立ち直る前に正面からの攻撃を開始した。全方向からの攻撃を受け、ローマ軍の人形は壊れ、ある者は逃亡、ある者は幸福、ある者は生きるために戦っていた。ローマ軍に再び惨劇が迫っていた。ファビウスは霊下の四個軍団を率いて、 戦闘に参加するために前進を開始した。ミヌキウス軍からの逃亡兵が彼の軍団の側面に整列し始めた。ミヌキウスとファビウスの間のカルタゴ軍は撤退したため、ミヌキウスと生き残った兵士たちは交代し、ファビウスの無傷の軍団の側面に集合することができた。ハンニバルの天才的才能を見ていたファビウスは、自身の軍団を戦闘に投入することをためらった。 両軍は再度集合し、戦闘体系を取りつつあったが、いくつかの小競り合いの後、皮肉なことにハンニバルの方が先に軍を引いた。ファビウスも撤退し、戦闘は終了した。おそらくハンニバルは依然として、数に勝るローマ軍との戦闘は望まなかったと思われる。ローマ軍の半数は無傷であったのに対し、カルタゴ軍はすでに戦闘で疲弊していた。 ローマ軍が大敗したとはいえ、戦略的に見た場合、ハンニバルにとってのパワーバランスは大きく変わったわけでなかった。カルタゴ軍がゲロニウムで投影している間、ローマ軍は新たな軍団を編成することができた。他方、ハンニバルにとっては戦闘に敗れることはその場で戦争に負けることを意味した。カルタゴ軍はローマ軍に 多大な損害を与えたが、ファビウスの迅速な行動が、ローマ軍の再度の壊滅を防いだ。ハンニバルは、ギャンブルは避けて、兵を失うことを慎み、この成功を確実なものとすることを選んだ。敗戦の後ミヌキウスは、最高司令官の地位をファビウスに返上し、自身は副官に戻った。ローマ、カルタゴ領軍とも二島へに入り、冬の間に大きな戦闘はなかった。 紀元前217年12月に、ファビウスの独裁官の任期は完了し、執政官、ルキウス・アイミリウス・パウルスとガイウス・テイレンテウス・ウアロ、に、軍の指揮が委ねられた。両軍ともに、紀元前216年6月まで、ゲロニウムに泊まり、その後ハンニバルは関内へと向かった。ありがとうございます。